和食の基本の調味料さしすせそ、その一つ砂糖を甘酒に置き換えて調味料の新しい基本あしすせそ。麹甘酒で基本の和食をもっと美味しく。今回は麹甘酒を使った筑前煮です。料理人は予約がなかなか取れないことでも知られる人気和食料理店賛否両論の笠原正弘。普通ですとね、お出汁やお酒、お砂糖、みりんなんか入れるところを全てこの麹甘酒で賄うと。麹甘酒の力で鶏肉もふっくら仕上がって、またね、根菜の甘さも引き立ててくれると思いますね。じゃあまず里芋からいきますね。でね、里芋はね、皮むいてこうちょっと色が変色してるとこありますね。ここね、美味しくないんでね、ここはちょっと取っちゃった方がいいですね。あと大きめの一口大に切っていきます。一回これはね、固めに下茹でしていきたいと思いますね。こんにゃくです。一口大にこうやってちぎっていきます。こうするとですね、断面が粗くなってね、味の染み込みが良くなりますんでね、これもさっと下茹でして使いたいと思います。ごぼうは一口大の乱切りに切りたいと思いま す, です、ね、切ったらその面を上にする。ここ、ね、90度ずつ回転させてこう切っていくのが乱切りです。でごぼうはですね、切ってそのままにしておくとね、ちょっと変色しますんでね、こう水にさらしておきましょう。レンコン皮むいてありますね。太さにもよりますけども、だいたい1センチ幅ぐらいのいちょう切り、ね、こんな感じに切りたいと思います。要はね、筑前煮でね、一番大事なのは全体を均一な大きさに揃えてあげる。やけに大きいのとね、すごい小さいのってこうバラバラですとね、素材の火の入り方がバラバラになってしまいますんでね。人参もね、やはり赤い色目立ちますんでね、あまりたくさん入れるとすごい人参が入っているように見えてしまいますんで、ちょっと他のお野菜よりは加減して入れてあげるとね、見た感じのバランスが良くなりますんでね。軸の部分がとても硬いのでこうやって落としましょう。これぐらいの大きさでしたらもう半分でいいですね。木の際は筋を取って、でこれもさっと塩茹でして彩りに使いたいと思いますね。鶏肉です、余分な油、ね、あとちょっとこう触ってみてね、骨が残ってる場合なんかもありますんでね、そこは取ってあげてくださいね。こう口に入ると危ないですからね。鶏肉切るときはね、必ず皮目を下にして切ると切りやすいですからね。全体にですね、皮がつくように切ってあげると美味しいと思いますね。けども、やはり今回もね、このフライパンを使いたいと思いますね。これも鶏肉を最初に炒めて、それでその後根菜もね、油をなじませて炒めたいので、でこびりつかない、ね、フライパンを使った方が筑前煮も美味しくできると思いますんでね。まずサラダ油を入れまして、鶏肉を炒めますね。まずは下に皮を剥くようにして、炒めるというよりもちょっと焼き付けるような感じでね、火を入れていってくださいね。はい、火加減大体中火です ね。この縁の方が白くなってきましたら、お野菜をね、順番に加えていきたいと思います。人参で全体にこうね、油が馴染んだらどんどん入れていく感じですね。ごぼう、レンコンで、下茹でしておいたこんにゃく、里芋も下茹でしてあります。最後に干し椎茸ですね。で全体にこの鶏肉から出た美味しい油が馴染むような感じで炒め合わせます。で全体にこうね、油が馴染んでこうちょっとツヤが出てきましたら、ここに調味料を入れて煮ていきたいと思います。まずはね、こちら先ほどのね、干し椎茸を戻しておいた汁ですね、 150cc 入れます。でさらにここに入れるのが麹甘酒ですね。麹の旨味がとてもありますんでね、お出汁入れなくても大丈夫です。でさらに普通でしたらね、お酒、お砂糖、みりん、こうね、甘さを入れるところがもうこの麹甘酒だけで全て賄いますね。そしてお醤油です。そうしましたら落とし蓋をして10分ほどコトコト煮ていきたいと思います。そんなに途中でね、何度も混ぜたりとかしなくて大丈夫ですね。はい、それではね、落とし蓋をしてそろそろ10分経ちましたんでね、この辺で一回様子を見てあげましょうね。一回味見しときましょうね。うん、いい感じですね。そしたらね、落とし蓋をね、外しましたら少し強火にして
煮汁をもうちょっと煮詰めていってあげましょうね。だいたい最初の煮汁の3分の1ぐらいになる量、これぐらいを目安にね煮詰めてあげてくださいね。やはりちょっととろっとしてね、全体的にこうツヤが出てきますんでね、これぐらいまで皆さん煮汁煮詰めてあげてくださいね。はい、じゃあこれぐらいでいいでしょう。筑前もね、やはりこうちょっと真ん中を高く盛り付けてあげるとね、かっこよく見えますんでね。お椎茸の黒と人参の赤がいいアクセントになりますんでね、黒と赤を有効に使うといいと思います。さっと茹でた絹さやをこう散らしてあげるとね、また彩りが良くて、じゃあこちらで筑前煮の完成でございます。いただきます。やはり麹甘酒のね力で鶏肉がふっくら柔らかく仕上がってますね。全体的に根菜の味を引き立ててくれてて美味しいです。詳しくはマルコメのレシピサイトで紹介しています。お砂糖を甘酒に変えて一味違う基本の和食を楽しんでみてください。